複製人間を病気から、回復させる実績はですね、あれ、いわゆる低体温症とか火傷じゃダメみたいですね。やっぱり腐敗病なのかな？やだなぁ。で、一応、そうですね。自動化制御と配電。配電と自動化制御と液体配管、そして、酸素配管。これらが、は、最低限出来上がった状態じゃないと、次の段階に行かない方がいいですね。仮組みして、これでちゃんと動く。一番悲しいのって、やっぱり、こう、見た目はできた。電線を引くの忘れたみたいな。で、最初からやり直し。これが一番、なんか、切ないので。はい。まあ、皆さんもお気をつけください。で、で、なな。おう。うん。よいしょ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 。リングは終わっているので、もう、パイプを、こんな風にやっちゃって大丈夫になっています。よかったな。恐怖。誰もいないのに毛刈りを続ける毛刈り端末。止まらないですね。なんだろう、作業途中だからなのかな。8人以上におしゃれスーツを着せる実績は、達成しております。んで、だからもう、あと、これを作るのは、もうただの趣味ですね。やっぱり嫌じゃないですか。いわゆるスクールカーストみたいなやつをこの頃に作りたくない。もうね、ゲームの中で、ぐらいやっぱり、なんていうかな。理想をね、追求する感じでいきたい。じゃあ、そうですね。うん、料理研究家も見えは大事。というわけで、ナイルズくんに出て、1、2、3、4、5、6、7、8、9だから、あと9着。無理やりオーダーします。これで一応全員分の、スーツを発注しました。かつ、そうだな、タービンの用意も、始めましょう。これ、蒸気タービンになる予定のものです。で、で、セラミックはもう100トン近いですね。90トンいってます。90トンあるってことは、もう、そうですね。ハイドラを動かし出したら、次やるのは、そうだな
石油生成をしたら、速攻で鋼鉄タービンやりますね。どうしましょう。なんか、自分の予定した進捗よりずっと遅いんで。っていうのと、アドフォックなのは、あんまり好きじゃないんだが、本当に、ミニベースで培ったノリで、声優上を、本当に、一滴っていうのも違うんですけど、はい、ああ1ここでいいかな。金山じゃあダメ。普通かな。で、天然ガスは垂れ流したくないな。で、これは花崗岩か。漂白石ではない。炭素液体エアロックを立てて、この中で精油して、ちょっとだけ、ボトル開けで、違う、手押しポンプで、汲み取れるだけ。のものを用意します。なんですっていうと、100度の温度でも、まあ、蒸発しないためのものですね。で、どうやってそれを、ここに流すかっていうと、ですね。ここの、ところに、ちょっと火傷しそうだけれど、手押しポンプ、手押しポンプのオーバーヒートは75度ですね。だけど、黒曜石の場合はプラス15度。で、はい。まあ、万全を期すんだったら、セラミックで、雑ですね。これで組み上げて、こちらで、こう入って、こう出るのかな？ふむふむふむ。これ一応アドホックな作りの建築です一応は。そうだな。こっちに行くと、大丈夫だな。自分が考える中では、これはかなり雑な建築ではありますが。
で、こっから出て、東京っての、こうしてこうみたいなものを作って、まあこうしたらですね、給水ポンプをこう置いて、こう置いて、ボトル開けを、こう置いて、これは、マジの適当雑建築の予定のつもりです。足が濡れるな。足が濡れるのはあんまり嬉しくないな。こうした方がいいのかな。あ、いや、違う。ここに、これも一個だ。そうだな。そうだな。まあいいや。もういいや。再生押しながら。とりあえず同時進行でやってもらいましょう。お、鉛がいっぱい手に入ってる。ちょっと遠く今のやけどは多分あれですね、オーイルバイオーミー突破していったからでしょうね。そうだな、なんかね、ほっといたら溢れてるみたいなやつがちょっと怖いんで、こうしときます。で、深さを、あ、これは深すぎる。これは深すぎるんだ。んで、こうやってこう。よし、じゃあ、もう準備自体はできたのかな？と、やっておいてなんですけど、液体搬入と、気体搬入のそれぞれがあるので、ここのスペースのために、一つ解体をします。そうだなぁ。ちょうどいいのがこれですかね。これとこれを解体。で、配電状況を確認します。まあ、オーバーロード、過負荷にならない配線になっているかどうかの確認ですね。こっちとこっちだったら、まあ、このラインの方が、水とかを送ってくる台にあてがえる余裕があるみたいな雰囲気ですね。はい。